はい。おはようございます。こんばんは。えー、まさとの1分間4択ですけど、農家との編集でお送りしています。主に、常年、今日は常年司さんの、えニュースのトラガオですね。え主に、えイスラエル選挙、ま、あ、ほぼ、イランの、んについてのということで、え動画がですね、え常年司チャンネルニュースのトラガオで、中東各地に広がる戦争、ハマスとイランの共同訓練が発覚、えイスラエルの、 過剰攻撃、反撃はハマス側のシナリオ通り G6 の共同、ね、声明に乗らなかった日本は大しかったかということでいろいろとまた解説がありました。もうハマスはもう,もうそのもう 中,中はもうイランとそうです、ね、ハマス、他の、えー、ヒズボラ、またイ,メンイエメンのシ,シア派ですかね、シ,シ、えーシ,シャア派ですかね、えー、訓練を受けてますね、500人ほど、もう定期的に、えー、もうこれはもう折り越え済みですね。もう まあ、この悪の数木というかその、えー、支援してますね、えー、この武装組織テロリスト、イランはあ本当に、えー、第一の敵をアメリカ、また次、イスラエルとしてますので、その反このイスラエルの武装勢力テロリストをこの定期的に訓練、えー、育成してますね。それで今回の,そのハマスのテロも、うんうん、あったじゃないかとなかなかアメリカは確認できませんけど、まあ、あ 確認してませんけど、また、イスラエルはほぼ確認ですね。私も、えー、まあ、訓練を受けてるから、そう,まあ、そういう計画も、うん、ないとは言えないですね。ハマス独自。 というのは、あなかなか隠密に完全ですね。はい、それと、この、えー、シナリオもそうですね。えー、ハマスが手を出して、まあ、1000人以上、まあいい、それはもうテロリストですね、えー。近藤さんも言ってましたけど、これはもう許せない行為ですね。それで反撃して、過剰反撃で、えー、世論、世論中か、ほ,ほぼパレスチナ、パレスチナ、それはハマスはパレスチナの代表じゃないですね。ハ、えー、サム。 ハサム低いヨルダン側ですね本当にハマスの思う通りに戦略になりつつありますけどこのまたイランもまたあれですねイスラム国の、ね、駐留しているイラクのに駐留しているトルコに駐留しているまたそういうイスラム国にこの警戒している米軍基地に攻撃していますね13貫も攻撃して負傷していますね挑発していますねイランもこのようなまたそれでアメリカはその地中海および砲弾 地中海ですねアイゼンフォーをまたあこのチェキトンですねその、うん に、えー、航海渡って、そこにイランを、えー、また牽制していますね。そういうことで、まあ2、えー、極、ウクライナ、またイス,イスラエル、またこのお、特にイランですね。イランの,のとの対峙ですね。えー、まあ台湾有事とアメ,アメリカ、中国と,との、そこまで、えー、体力ないので、二正面で、正、まあ、敗です、ね、ということで、えー、まだそういうことで、G7、えー、G 7 乗らなかった生命科ということでいろいろとこの前回 G6 に乗るべきじゃないかというジョーネーさんのコメントでしたけど乗らなくて正解じゃないかということでなかなか難しい日本の立ち位置ですけどアメリカイランは本当に挑発してますね。そううい ハマスの通り言ってますけど、絶対許せないですね。イスラエルの自衛権ですね。そういう立場ですけど、イスラエルのシャロームですね、えー。特にハマスを武装、うん、解除ですね。武装と、えー、いうことで、えーこの、トルクも言ってましたけど、えー、シンボル研究者のさんで、えー、このそういうテロリスとハマスは絶対、えー、許せないですね。解体して、もう、うん、この、 武装を解除すすべきですね。はい、えー、こういうことで、えー、なかなか目が離せないですけどまだまだ地上侵攻はまだ本格的な地上侵攻は行ってませんけど、えー、イスラエルのシャロームですね本当にパレスチナですね、えー、ハマスはそのおー、えー、こう武装お抵抗その武装解除ですね、えーえーこ,のまえー、このパレスチナ人が ハマスを排除すべきですね。という、えーえー、私の個人的な考えです。長くなりましたけど、えー、まだまだあこのイスラエル、またイラン、その中継等から目が離さないですね。えー、長くなりました。1分間にお届けしたマサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンと、よろしくお願いします。次回の1分間においでお会いたしましょう。マ、ま、した。シ